キンプリ流瀬角、岡田純一からラブコール。理想のシチュエーションは手錠をかけたい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドンス流瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングドンス流瀬角のレイディーオー・ゴーデン文化放送。 6月14日深夜放送会では、ジャニーズ事務所の先輩吉田純一との共演を熱望する場面があった。2019年6月13日にスタートした同ラジオが丸4周年を迎えたということで、こうやって番組を続けてこれたことは、感謝の気持ちでいっぱいでございます。とお礼を述べた永瀬。 この4年間でコーナーのタイトルコールをする際にエコーをかけるスタッフともタイミングがぴったり合うようになり、これが4年の集大成というか、4年間担当してくださってるわけじゃないですけど、この短期間で培ってきたものがあるよね、とも感慨深げに語った。その後、 リスナーから情報番組を見ていると、岡田純一さんが今気になる方との質問の中でレン君の名前を挙げていましたというメールが寄せられ、長瀬はマジかと驚き。このリスナーによると、岡田から長瀬の名前が登場するのは2回目だといい、1回目は長瀬が主演を務めた映画、弱虫ペダル20年の公開時期に、 キング・アンド・ピスの流瀬角がちゃんと絡んだことないけど、すごく頑張るという気持ちが強い子だよ、という人から聞いたことがあって、注目してみようかな、と、雑誌で語っていたそう。いつか二人が共演する姿を見られたらとても嬉しいです。岡田さんとご一緒するなら、レン君はどんな作品がいいですかとの質問もあり流瀬はマジ名前を挙げてくださってたの 嬉しいね。頑張ろうと思うよね。お礼しよう。ぜひ、とコメント。金プリ流せ角、一緒にアクションを、さらに、現在出演しているドラマ、ラストマン、全盲の捜査官、TBSK。 で、共演している俳優松尾里氏が岡田主演の富士テレビ系ドラマ SP 警視庁警備部警護課第4係07年11月で共演していることに触れつつ、岡田さんとってアクションを学ばないと逆にもったいない気がするから、岡田のアクション技術は市販レベルっていうじゃないですか。だから、ぜひとも岡田さんとは一緒にアクションを と、共演するならアクション系の作品がいいとリクエスト。また、ちょっと一緒に戦いたいですね。敵対っていうよりかは、手下部下で見たいな、と、岡田とは同じチームの一員を演じたいとのこと。また、アクションして手錠をかけて、あなたが裏切り者だったんです、ねって言って岡田くんに最後手錠をかけたいです。取り添うのシチュエーションも語っていた。 この放送にネット上のリスナーからは、本当に落ちた順一師範と共演してほしい。最後は手錠をかけたい、連々。大きな夢だね笑い、との声が集まっていた。